宝探し、うん、行きましょうか。第8問、空気読みで宝探しって何？確かにね、悲しい宝だ。あー、でもツゴに坂本青年にとってそれが別の宝であった。まあ、せめて見つからないように。そうそうな、ね、うん、今か、今だ、悲しい。この年でまだこれをしなければならない話、ええ、あ、おいおい、10円が10倍10倍行かなければ。どうしよっかな、イロハス、うん、今だ、後ろ向いてる間に、よし、11円、11円を宝物と。100円、あぶっ。早くないか今。もうギリバレてない。あ、それは虎だ、それは虎だ、かん。おー、いい、あー。やばい。時間かかるか、500円。500円を魔力があった。いやー、ひでえな、こいつら。何やってんの、そこまでして。金の亡者かよ、引くわー。ボロクソ言われて。まだ拾えてないしね。手も止まるわ、そんな言われたら。失ったものと等しい何か得られましたか。いいえ。ダメですな。むしろ命を失いたいレベルの、その場で尊厳破壊、はい。哲学者フェロシアンカスもびっくりよ。得られてねえぞと。はい、結果発表、はい、ピエロ5、うん、底辺倍5、はい、なんかさ、うん、あの無理やり評価基準を逆にして、高いほどマイナスなのに、はい、さもいいように見せかけて。かっこよさゼロ、はい、プライドゼロ、はい、人として出た。さっきより差が、人としてきついわ。ゼロって。ただしゃがんでさ、落ちてるもの拾ってただけだぞ、味方によっては。ゼロかい、人として。人じゃないじゃん、もう。何なんだろうな。何か別の生き物。第9問。残、面白そうだぞ。残、空気残。残は切るということだ。うん。なんか人との絆を切腹、あ、いや違う、僕も。剣を振り下ろせる。はい。あー、なるほど、流れてくんだ。おじさん。おじさんは切れないわ。うん、ダメ。僕大好きだし。僕のおじさんかわからんけど。課長！はい。課長もおじさんのうちには入るぞ。関節傷しやがって。断罪だ、お前は。バッチ切れたけど。美女！はい。俺は切るまでもないだろう。うんだな。死ねえ！え、そんな言葉一つで。ヤンキーにも恨みあり。おい。あ、やべ。今、ファンですって言ってたぞ。すまん。お、おるおるおる。中もかも切っとくか。うん、いや、ただ、食べてるだけだ。さすがに切れんか。ありがてえ、ありがてえ。お待たせ。おう。素振りして待ってるぜ。妹を、うん、ぜひ、絶句なんですよ。そこすぎだよ。人の話を聞きましょう。うん、バカちゃん級。せめて。まんまじゃねえか、級じゃないよ、バカちゃんって僕のことだろ。結果発表、ピエロ5、うん、サイコパス5、間違いない。トレラカ5だって嬉しい。ま、完璧じゃないか、切ってはいるから。うっかり5、4、うん、勘違い4か、やっちまったからな。めっちゃ高いぞ評価、これ評価低い方がいいんだな。サイコパスは0の方がいいな。そうだな。第10問、モテンとは、うん、聞いてくれ、モテンを、うん、何かを。ひどい結果になりそうだな、モテるは。いやいや。早いでしょ。結婚して、おー、左に幕末会、はい、え、結
うん。結婚したらやんなくなるだろうな、僕。だろうな。まあ、多分活動そのものが消えるよな。はい。いや、でも、美女と結婚、やっぱ結婚するよね。なんでお前らカスみたいな奴らのために僕の美女の結婚なくなんなきゃいけないんだ。俺は会員いてこその結婚するぞ俺は。いや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 、お前らみたいなカスに人生振り回されたまるかよ。みんなの声がな、ダメだ、できねえ。それでこそよ。ダメだ、できねえ。信じてたわ。それは名誉なのか。いいことだ。あ、切れたね。結婚してまで。まあ、そうだよね。うん。どっか飛んでったぞ。坂本。死んだか。どっかに死んだ。あ、ボロボロに。怪我しすぎだろ。あ、でもね、みんなのな。嬉しいのか。考え方次第じゃないか。あんま嬉しくないな。完璧だ。空気読みとしては完全なな。お前がナンバーワンだ。世界のエンターテイナー級。はい。ピエロ5。はい。カリスマ5。はい。エンタメ5。はい。ゴッド5。うん。ヒモテモ5だ。イコール坂本よ。空気読みか。まあ確かにハテナだったな。完璧に明言はしてないわけだからな。明言しないな。うん。いやー面白いゲームだった。真面目に考えてこれだもん。はい。全問。いいところついてたと思うから。読まれまくってんな。K さんか大久保さんかどっち作ったかわからんが。はい。K さん。完璧に読まれた。はい。空気読み作ったやつの坂本読みがやばかった。全部読まれてるわ。うんとよな。こう来るだろうの結果が全て。すごいな。納得の結果だったな。うん、俺は完璧のザ・坂本っていう結果だと思うよ。いや、まだしばらく結婚しないで、うん、幕末やってるわ。そうしましょう。しばらくの間は、はい、美女になびかず。うん、まあそもそも大丈夫だ、言ってこないから。ああ、まあそうだ。まあ、ハニートラップにも引っかからず。そうだ、耐えたからな。粛々とやっていこうとしようか、うん、向こうから来るこの厳しいやつも引っかからないようにな、うん、引っかからないように、うん、大体それ中岡だから。それ俺だよ。中ちゃんだよ。電話来るからな。もしもしもし、俺だよ、俺だよ。中岡だよ。残念だったな。また来週この時間にお会いしましょう。はい、お相手は坂本龍馬と中岡慎太郎、この龍馬でした。シュアゲイ、バイ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 。